で先ほどの INPP4A という私どものマウス、それを欠損させたマウスなんですが、そこではこれが普通のマウスです。 INPP4A を持っているマウス、こちらが持っていないマウスなんですが、生まれて20日目30日目でこの特に線状体と呼ばれるこの点線で囲んだ部分、これは左右両方対称にありますけども、この部分でこの茶色で示しますような神経の変性が起きてくると。もちろん野生型では全くそういうものは確認できません。ただ INPP4A という一つの分子がないだけで勝手に神経細胞がどん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 死んでいくと、これも別の表し方です。でこの神経細胞死がいろんな原因があるとは思うんですが、グルタミン酸による細胞毒性であるということを別の実験で示しています。こちらにですね、これは電子顕微鏡で非常に大きく神経細胞を拡大したんですが、普通のこちらのマウスのような正常な健康な状態では、まあ、人もマウスもですけども、こんな黒いこうシミのような神経細胞というのは認められないんですが、この INPP4A 欠損マウスではこういった黒い細胞がたくさんあります。でこの病理の像というのはハンチントン病の患者さんでもよく見られる典型的なもので、ダークセルデジェネレーションと黒い細胞の変性というような言葉で表されるものです。でハンチントン病の時もそうなんですが、グルタミン酸細胞毒性によって死ぬと開いた黒い細胞が現れるということが分かってますので、私たちはそれを今度マウスの体の中ではなくて体から取ってきた細胞を培養して、本当にそうなのかということを確認したのがこちらになります。でこの緑の細胞がこちらは多くてこちら減っているのが分かると思います。でこれとこれの違いないかというと、先ほど申しました生命科学の方法論、ある分子の量を減らすあるいはなくすということをやるんですが、これは今度はノックアウトではなくて別の方法で RNA 干渉と、これはそのイノベーションがやはり取られている方法なんですけども、それで INPP4A の量を減らしてしまうと細胞が少なくなるということです。で普通に INPP4A を持つ細胞ではこのグルタミン酸が50マイクロモーラ、ちょっとこれは細かい数字なんですが、分かっていただきたいのは非常に薄い濃度、白いバーで示しますように INPP4A を持っている普通の細胞では全然細胞を殺すことができないような量のグルタミン酸、これを作用させても INPP4A が持っていないと細胞がどんどん死んでしまうということから、先ほどの体の中、脳の中の神経変性と合わせますと INPP4A がグルタミン酸をによる細胞毒性をいつもは守っているんだけども、それがなくなってしまうことで神経変性が起きる。そして神経変性の結果、こちらに示しますようなさまざまな運動の異常、先ほどもお見せしましたけども、マウスは自分の意図通りには動けない、結局歩くこともできないんですね。歩こうとするとむしろこういう病態が起きるといったようなことになります。でこれは非常に細かいんですが、今お話ししましたことをまとめますと、この細胞の膜にある脂質、これを分解する酵素です、INPP4A は。この酵素がなくなってしまうと、この脂質がたくさん増えます。増えることで、グルタミン酸に対する細胞の、神経細胞の感受性が高まって、細胞の死が起きてきて、神経変性と呼ばれる状態、病態になって、不随運動、自分の意図とは関わりのない運動が現れたり、最終的にはこのマウスは、30日過ぎるとすぐに死んでしまうんですが、そういうことが起きます。で2つの文章で、今回の発表をまとめますと、諸刃の剣ともいえるグルタミン酸、これは非常に大事な神経伝達物質なんですが、細胞を殺すという可能性も持っている、両面を持っている、そういったグルタミン酸から神経細胞、私たちの神経細胞が普段は守られる、そういう仕組みの一端が明らかになったものと思います。またこの仕組みに上手に介入する、これは薬物を持って介入するということは、さまざまな神経変性疾患の革新的な治療法につながる可能性があるというふうに考えております。研究の内容に関しては以上なんですが、皆様に
もう一つ別の観点からお話したいことがございます。今回の発表なんですが、これ大沢著者が全て20人おりますが、この青色で示した人たちというのは秋田大学の人がほとんどなんですが、文部科学省のグローバル COE プログラムという活動に従事している、携わるものであります。この文部科学省のグローバル COE プログラムなんですが、目的としましては世界をリードする創造的な研究者技術者を養成するため、国際的に卓越した教育研究拠点たる大学院専攻の教育力研究力を強化するというのが目的です。で、私ども秋田大学の大学院医学系研究科では文部科学省からこのプログラムに採択をされております。で、全国での大学大学院で14の研究科140の研究科専攻がございまして、これは全ての研究科のうちの 5% くらいの数になります。ですから大きな研究を進める、ここにあります目的を遂行する、そういった期待を秋田大学の大学院が担っているということをお話しいたします。そしてこういった期待をいただきまして、学長また医学系研究科長そして病院長でありまして、またバイオサイエンスセンターという研究を進める最先端機器を整備するそういった施設がございますが、そのセンター長の千原先生、研究科長の本橋先生はじめですね、なんとかこの秋田という、日本の中で端っこの方なんですが、そういったところからでも世界に通用する研究を行っていこうということが今この大学院で進んでいるということをお話しさせていただいて、まずご説明申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。